山田敏夫さん、当時34歳。向灘で原爆の閃光を見ましたが、翌日、広島市内に入り被爆しました。当時、海田女学校の教師をしていた山田さんは、向灘の東洋工業で学徒動員の朝礼中に閃光を見、直後に爆風で怪我をしました。生徒を府中町などに避難させた山田さんは、翌日一人で広島市内に入りました。同僚や生徒の家族の消息を尋ねるとともに救護活動を行いました。今からこう考えてみますと、昭和20年の8月6日でございますが、後から考えるとその日にこれから話をするような原爆が落とされて、本当にたくさんの死者が出たというようなことがあろうとは思わずにですね、平然のままで自分の家を出て、そして東洋工業に行った。その頃、私は海田の女学校に勤めておりましたが、女学校の2年3年という生徒は全員、体の悪いもの以外は全部がですね、東洋工業へ行きまして、いわゆる学徒動員ということで、東洋工業の中のいろいろな作業に当たっております。もう昭和19年という時代になりますと、戦争はますます激しくなりますし、男の人で元気な人はもう40歳以下ぐらいの人はですね、大半がもう兵隊に取られて外地へ行くというようなことで、内地のいろいろな軍需産業の工場にも人手がないものですから、もう男も女も区別しないで学生生徒を動員したもんです。で、8月6日の朝も8時前に工場の外で全部の人が、これは校員もそれから生徒学生も含めて朝礼をやりまして、で朝礼が済んで8時過ぎにそれぞれが分かれて工場の中へ入ります。で、私も生徒の中へ一応入れて、ちょうど工場の南側だ、ずっとこう窓があって、その窓際に事務の机がありまして、その机前へこう寄って、生徒が2、3人ほど来まして、これからもう社内の、病院ですが、そういうところへ行って検診治療を受けるというのが何人かおりまして、それの外出証明を書いてやっておりましたら、ピカッと光ったんですね、南側の窓が。あら、閃光弾かなと。閃光弾というのがよく夜なんかに明かりだけを灯す大きな爆弾がありまして、周りを明るくしておいて、今度焼夷弾などをこう落として爆撃の効果を上げるという、そういう意味の弾ですが、それが光ったんかなとこう思ったんです。そう言ってですね、閃光弾かなと言ったと思うと、まもなくガラガラドシーンという大きな音がしまして、もう目の前が真っ暗くなったような音と同時にですね、私はふせーっと言いましてね、これはまあその頃、生徒などをですね、訓練しておりまして、弾が落ちたら両手で耳と目を押さえて伏せるというのがですね、もう一番の、防備体制だった。伏せって言いましてね、そしたら生徒たちはもう土間に伏せまして、土間は
今のようにですね、コンクリートやアスファルトは塗ってないんで土のままです。しばらくして目を開けて見ましたら、もう土煙がもうもうとして先が見えんぐらい、てっきり私は東洋工業がやられたと思いましてね、全員退避って言って怒鳴ってぐずぐずしとるのをですね、怒鳴り散らして叱りつけて外へ出して、そしてちょうど外へ出て西の空を見ますと、肉肉しいそのキノコ雲がぐわーっと上上がるのが見まして、見えてね、みんなで、あら、なんだろうかと。まあ、そのうちにですね、生徒の何名かが、まあ、7、8名でしたかね、明かり取りの天窓からのガラスが全部壊れたもんですから、頭の方へ傷を引いて、たらたら血が流れておるのがいい。私も伏せた時にですね、ここの指へガラスが立って、ここも足もやられたようなんですよ。自分じゃよくわからんだら、ここ巻きゲートルしとったんですが、ね、巻きゲートルの外へ血が滲んだですから、かなりひどかったんかなと思うんですが、とにかく生徒が「先生血が出よ俺よ」って言うからね、あ、これはいけんなと。それで怪我した10名ぐらいでも怪我しましたかな、それはまあ工場の中の医務室に向けて行けって言って行かして、で私もついて行ったら、もう医務室がですね、生徒とそれから工員とが両方の怪我人で満員でね、どうにもならん、いやこれはいけんと思うてすぐ外へ出ましてね、工員にうちの生徒を頼むよって言って頼んどいて、青崎の小学校へ、その頃は国民学校行きましてね、そしたら私ぐらいの怪我はもう相手にしないんですよ、もうとにかく包帯だけくれって言って包帯だけもらって、また戻ってですね、足へ巻きつけたり指の方巻きつけたりで、全部ちょうどね、運が悪いことに兵で監督が、そうですね、200人近い生徒の中対して監督が3名来ることになる。ところが一人の先生は横山さんというんですが、これはね、ちょうどその日に教育召集というのがあって、大手町の国民学校へ朝行ったんです。もう一人、和本という先生は竹原から通っておりました。だから交通機関が途絶してね、来れないんですよ。だから結局私一人で生徒を監督せんにゃならんということになりまして、ね、それで一応生徒の人員転校したら全部まあ一応おりましたので、で人数を確認してよしと。で東洋工業のその頃東洋工業で被爆したらですね、軽い時には工場の中の防空壕へ隠れる、少し大きい時にはですね、道路向かい南田の駅のまだ向こうに小籠りの山というのがありまして、それね、大きな防空壕何本も山を掘っとるんです。そこへかけて今までも何回かね、穴の中に潜ったことがある。これはもう海田の生徒だけじゃなくて、女子小も一中も高等師範もっていって、たくさん学校が来ておりました。全部幸い、まあそれからあとは空襲はなかったんですが、そうやって昼までバタ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 しとる間にですね、もう昼過ぎ頃からですね、今度はもう2号線ですか、あれをドロ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 怪我人が歩いてくるんですね。歩いてくる方はいいんですよ、もう肩へこうあれですね、持たれて両方で持って、そしてこう引きずるようにして歩いてくるものが、それからようやっとまあ東洋工、暑い日ですからね、こんな日でしたけれども、8月ですから一番暑いんですよ、昼頃ね。そういう中でね、ゾロゾロ帰ったのも、東洋工業のコンクリートの壁のちょっと影があると、そこらへ座り込んでね、はあ、痛いよとかね、苦しいよとか、水をくれよとかね、それで来とるものといったら、もうお風呂ですよ、資料館にあるようなあんなんです。もう上着がなかったり、パンツ一つになっとったりね、で、ここらが血だらけになったり、まあ、いっぱいですよ。
でもしょうがない寝とるものはもうそこへ転がしとると、もう工場の中もてんやわんやですから、外を通る人まで助けるわけにいかんのですね。もう勝手なんです。それでもう昼からもうそういうような状態でしたから、生徒も工員も何が何やらわからん、その日はね。そしたら今度は広島市内からね、6、7名ほど女学生が通っておったんです。だから本当なら今までの通りに広島市内の自宅へ帰るわけですけど、その日は帰っちゃいけないと、広島市へは入られんということですから、その生徒たちは、まあ、府中とか向灘とか船越とかっていう近くの親戚だとか友達の家へ一晩泊まりました。もう夜になりますと、もうあれですね、広島市、あれが向灘が東ですから、西の広島市の上はもう真っ赤ですよ。あ、これはひどい火事になったんだなと思って、分からんの、全然情報がね。でその晩まあ一応私も帰りまして、で帰ったんですが、先ほど言いました横山さんという人はですね、ちょうど朝の8時に大手町の国民学校へ、似たような人がですね、兵隊の教育講習を受けに行った連中が何十人おったか知りませんよ、全部ね、大手町ですから、市役所の前ですからね、いっぺんに行動におったんです。潰れてしまって、横山さんは全然その死骸も何もわからない、人間の運命というのは分からんもんで、その前の日に横山さんが私に、明日はね、工場へ来られんからね、どうしてと、高校だって言ってね、そう言って別れたのが最後になった。で、7日の日になりまして、工場へは行ったんですが、もう前の日に怪我をした人とか、それから広島がそういうふうなことになったので、広島へ出て怪我をして、我が家へ戻ったというのがいっぱいおるわけですから、生徒も校員もですね、6日の日に比べたら本当人数が少ない。しかも電気もそのあれですから、動かんから、機械は動かないし、生徒も校員もいないから、もうこれは能率が上がらんわということで相談をしまして、全部皆さん帰りなさい返しまして、私だけが向かい灘からずっと乗り物がないですから歩いてね、広島へ入りました。広島へ、その頃ね、今考えてみても、どのような交通の機関がどうなっとったかっていうのがどうも記憶にないんです。とにかくもう一生懸命でね、広島入って、生徒のうちがどうなっとるだろうかというのが一番気がかりです。で、この出家園の東側の方にですね、一人ほど、今も名前を覚えておりますが、女の2年生の子がおりまして、それのうちに行きましたら、もうぺしゃんこですよね。お兄さんは、直撃を浴びまして、3日ぐらいのうちにその子のお兄さんは死にました。お父さんとお母さんはなんとか怪我をしたけれども、割合に長生きをしました。で、その女の子はちょうど東洋工業おったからね、怪我はしなかった。そういうふうなこと。そしてそこをその家の様子を見て、あ、まあこれはしようがないと、もう家が潰れとるからどうにもならんと思って、今度は出家園がこの前を通りましたら、さっきも言ったようにですね、大きなこういう松の木がいっぱいずらーっと松並木だったんです。で、昔は阿蘇の方はですね、武家屋敷だったんです。だから大名行列なんかもこの前を通ったんだろうと思うんですね。その松丸太が全部倒れて、幕府で折れたり裂けたりしてですね、そしてもう馬とか兵隊とかっていうのがですね、馬が黒焦げになっとる、兵隊の顔もよく見えんぐらいですね、もう本当なんていうかね、イワシを干したようにですね、ボロボロに、あれですよ、倒れとるわけです。で、まあ、
コロナ禍に入らなくてもよかったんですが、待てよ、この中あれでも知ったような人が逃げ取りやせんかなと思ってここは入りまして、あこの初めてのこうこっち分かれ道があるんですが、正面からあの辺へですね、女の人がこれはこう石がありまして、ね、こういうふうにしてしゃがんでね、こうやったようにしてですね、しゃがんどったわけですよ。それでこうもうまあ他にもいっぱいあったんですよ。もうゴロゴロ死んだりね、水こんな風な水たまりで水を飲みかけてそのまま死んだりしたのがたくさんおりましたが、原爆の被爆者で怪我をしたものの治療をするというのにですね、被爆をした人がですね、二之島の方だとか、それから広島市内はもうダメですが、大甲だとか江場だとかいう周辺のような学校とかお寺、そういうようなところへですね、もう病院がダメですから、分散して入れられて治療を受ける。海田の女学校は当時秋軍でしたから、今もまあ海田秋軍ですが、被爆をしなかったもんですから、生徒を分けてですね、上級生を江場の国民学校と大甲の国民学校二班に分かれて被爆者の看護に当たったんです。だいたい1週間ぐらいやったんです。私は大甲の方へ行ったんですが、とにかくあれですね、被爆者がたくさんおっても医者がろくにいない、看護婦も余計いない、薬がないというようなことですから、どうにもその手の打ちようがないんですね。で暑い時ですから、怪我をしたところからですね、何日か経ちますとね、白い汚いですが、うじが湧くんです。たくさん中にはあれですよね、女の人でおばさんなんかがお乳をバカッと取られてザクロのようになった、そういうのがあるわけ。まだしょうがないですが、ガーゼを貼り付けてもう包帯を巻い取るぐらいですよ。でそんなんですからね、でそういうのをもう看護婦がおらんですから、女学校の2年3年がですね、もう手分けをしまして、お医者さんについて回ってですね、それでピンセットでそのうじをね、一つずつ取って、今日取ってもまた明後日頃にはまた増えるんです。で昼間ね、痛いよとかね、暑いよとか言って叫んどって、時にはね、このわがままになっておりますので、おかゆ炊いてやってもおかゆが硬いとかね、柔らかすぎておいしゅうないとか文句言う人もいっぱいおるんですね。それが大物を言うとったと思ったら、朝行ってみるともう冷たくなっておる。それがね、もう毎日10人15人です。死者がね。それで大甲の国民学校の運動場の隅へ、そうですね、畳10枚ぐらい敷けるぐらいの広さの穴を掘りましてね、かなり3メートルぐらいもあったですか。それへ向けてね、死んだ人を担架へ乗せて、私が前をかく、生徒が嫌がるんです、初めね。まあ、死んだ、声響くになったようなね、怖い。何さえ言うて、まあ、なんですよ、とにかくもう強引にね、叱って、お前ら二人、あんたら、私が一人言うて、その穴のとこまで行ってですね、1、2のファーン言うて、パーッと死骸を穴の中へ放り、死骸が10か15か重なったところへですね、重油をぶっかけて、そして、藁やなんか投げてですね、夜になって火をつけて燃やすんです。一晩中燃えるんです。まあ、魚の焦げる匂いでも嫌なんですが、一晩中ね、それが南ですから、夜になって南の風が吹きますとですね、こっちの校舎のが控え室になっとる、それ匂いがとくるんです。毎晩のようにね。まあ、大変だったんです。何人死んだかよく覚えておりません。